荒野を買う。はい。はい。嬉しいな。ありがとう。ちょっと待って。ちょっと待ってね、浅井さん。ありがとう、浅井さん。何歳になったんですか？32歳。ありがとうね。いただきます。それ、これからですね。ごめんね、汚いけど。そう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 。浅井さん来てくれた。おめでとうございます。お誕生日おめでとうございます。お誕生日です。皆さん、よろしくお誕生日でした。ありがとう、浅井さん。どうも、お世話様です。来てくれたの。ありがとう。いや、だってあれだもん、これからというところで、あれだもん。これから何？そうだよ、これからと何かな。人をまとめなきゃならないのに。人をまとめないで、俺が？そうだよ。俺が人をまとめんの？そうだよ。いや、柄じゃないよ。いや、柄じゃないのは何でかっていうと、体力が、100% だったらまとまるけど、今マイナス 200% だから。俺がマイナス 200? だから、それで、まとめようがないよ。だから、それは、普通に 100% にすれば、それは大丈夫です。どうやったら 100% になれる？この前ね、韓国の文化院に行って、でそれで、それあの ビデオで撮った。ビデオを撮って、私喋ってる。で、それは YouTube に出た。で、これは、世界の平和を作ったね。それで、あとは食べ物に気をつければなります。何食べればいいかな。どうかな。まずタンパク質がダメかどうか、なんかないですか？タンパク質は、俺はプロテインって言って、これアミノパワープロテインって言うの。これ中に入ってるんですか？うん、これアミノパワープロテインって言って、これがタンパク質。これこれ私にいいな。私これ食うかな。朝ダメです。タンパク質ね、タンパク質合わない。で、それでタンパク質を合わせるためにどうしたらいいか。これちょっと待って、どういうふうに合わないのかな。見て、体見て。うん？体、どこ、どうすればいい？だから、どこが。これだけでわかるかな。ちょっと待って、あ、それでわかるか。これ猛毒だ。猛毒？これオレンジジュースで。これ今飲んでたオレンジジュース、俺が。これ猛毒なの。あれ、私のオレンジジュースはそれ。これは。これ。うん。俺が飲んでるオレンジジュースはこっちね。え？俺が今飲んでるのはこっち。で、浅井さん買ってきたのこっち。いや、要するにタンパク質はダメだろうと思うから、タンパク質じゃないのかってしたけど、これひどいや。で、これでわかるかな。ちょっと待って。これでどこが悪いか。オレンジジュースを持つとわかるの、俺がどこが悪いか。いや、悪い。
体に毒を持てばわかるの、うん、そことそこはそことそれからあそこかうんとでそれでどうなってるのかなうんと、うん、うんとは左の頭が壊れてそれで自分が一番偉いと思っちゃっただでそれで治すにはどうしたらいいかっていうとうんとあ、ライン引いたよ。ライン引いた。うん。鳴ってるよ電話。これ。うんと。電話鳴ってるよ。誰だろうね。うん、誰だろうね。寺島じゃないの。この。寺島さん。うん、この。バック変えたんだ、いいじゃん。バック。え、今日これパソコン持って歩いてる。寺島さん。不在作戦。寺島さんだ。うん。うんとちょっと待ってまず今その話だよ。うん。うんとこの、これ飲もうかな。オレンジジュースいただきます。美味しいな。はい、あの、うん、はい、うつ伏せになってそれでこういうふうに起き上がって腰を反らす、そして腰を反らした後に、すぐ立ち上がって胸に息をいっぱい吸う。でそうすると、今と右の頭に上ってくるあの正常意識のエネルギーっていうか気ですねがそれは左側にも上がってでそれで自分の状況を、うまく把握できるその後に4日歩き回んない4日歩き回んないでこれで良くなります。壊れた左の頭は良くなる。このまま行けば世の中と相手になくなってそれは普通に起こるべきことが起こる。だからそれ手遅れだね。だから早めにやった方がいいよ。今やってもいい。今やってもさ、それが一番安心。安心。じゃあちょっとここでソファーの上でやっていい？ちょっとそこに立って安心です。これ柔らかくてできるのかな？大丈夫。まず、うつ伏せになって寝る。うつ伏せになって腕を上げる。腕を上げる。腰を反らす。腰を反らす。こう？いや違う、腕をこうやってやんなきゃ。こう。こうだ。
その時に、左の足をもうちょっと普通にこう、こう、あ、かかとがこっち向いてしょ、こう、こう、ぐっとそうです、ぐっと、もうちょっとぐっ、それで息もしてみ、息を、息を、ふう、息を、これ目いっぱい左を膨らませる、左、左、うん、まだ？あ、ここが入ってない、どう？もうちょっとこういう膨らませる上に、うん、ちょっと待って、もう惜しかったよ、もうちょっともう一回頑張るね、いくよ、見てて、うん、どう、もうちょっと、ちょっと待って待って待って、もう惜しい惜しい、ここだよ今、もう OK、もうちょっとね、もうちょっと、もうちょっとだ、あ、ちょっと待って、これきついな、いくよ、はい、ふっそこまでやったら、うんって言う、うん、吸うの、うん、吸いながら、うん、もうちょっとだよ、ほんと、うん、いや、声じゃなくて、で吸いながら、吸う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 、惜しい、うん、惜しい、惜しい、まだ、まだ、ほんのちょっとだよ、もうほんのちょっと、うん、いくよ、いくよ、もう最後ね、いくよ、今 5% の引き目、ここを上に上げる、うん、顔がまっすぐ、まっすぐ、そうそう、はい、はい、オッケーだ、オッケー、ありがとう、アスリさん、あーし、治った、治ったよ、治った、ちょっと、ま、ちょっと、うん、足をまっすぐ、うん、あー、いいや、うん、ありがとう、うん、あ、よかった、助かった、左の脳がぶっ壊れてさ、左の脳にエネルギーが上がらなかった、上がった今、うん、大丈夫、うん、よかった、うん、分かった、見せたりと大丈夫、これ大丈夫、うん、よかった、うまくいった、うん、いや、まあ足がぶっ壊れてるんで、それで足がぶっ壊れてる、ね、え、俺のどこぶっ壊れてる、こう、え、もう一回見てなかった、いや、だから、うん、歩くとしたら、両足を開いて、そっち側に体を傾ける、左側に、こっちは違う、普通の前屈、左側に前屈、こういうこと、うん、こうだ、いや、それでは効かないよ、もうちょっと左に持ってください、こう、こう、うん、それで、そう、グッと、これで歩くの、違う、ある、だからまず歩く前にそれやって、歩いてきたらそれやると、歩く前にこうやる、うん、で歩き終わったらこうやる、はい、それで大丈夫です、あ、ありがとう、はい、うん、この影響をこれ見てる人にもお呼びしたいけど、どうしたらいいですか、あ、じゃあぜひぜひ、浅井さんです、ふわっちの配信者の浅井ゆき子さんです、どうぞコメント読んでください、コメント、くわそ、くそわど、何の儀式、何の儀式、おばあちゃん、おばあちゃん、左、空想ワード、やっぱり左、上の方だけ読めばいい、なんかかわいい、うん、上の方だけ読めばいい、ここ読めばいいよ、ここ基本的にはこれ、うん、上の方だけ読めばいい、うん、停止は衛星からダウンロード中です、衛星って何、衛星ってコンピューターを宇宙に飛ばすの、パソコンみたいなすごいコンピューターがあるのね、それ宇宙だから、これをみんなに応募してくださいってこの人言ってるけど、どうしたらいいかな、うん、レクシさんのさ、頭があるとそれは片方じゃなくて両方ぶっ壊れてた、でそれで、うん、これはどうすればいいかっていうと、うん、なんか最近レクさんと気になることは、最近会ってない、今度会うけど、あ、この前電話で喋ったことは、電話喋ってないかな、最近レクと、じゃあ一番最後にしてたことは、
コメント書いて頑張れよみたいな、ギター頑張れよ、バンド頑張れよみたいな。でこう来たんですか？来てない来てない。もうどれくらい前だろう、レクチャーあった。その最後にしてたこと。まあここでまあ飯食ったんだ、一緒にご飯食べた。じゃあそれこそドールのパイナップルジュース、ドールじゃないメグミルクだ、メグミルクの売ってないメグミルクのパイナップルジュースだけを飲んでれば大丈夫です。売ってないの？売ってないよ、一応あのメグミルクには褒めたんだけど売らなくなっちゃった。代わりに産業のパイナップル缶詰でいいですか？なんかちょっとだけ違う、あれすごい効いたからね、うん、メグミルクはパイナップルジュースだけで食っていけるのにそれは残念なことです、うん、ちょっと答えた、うん、はい、次行こう、なんだかな、次のコメント拾おう。1位、どこ書いて、浅井さんおはようございます、のりこさん、浅井さん仲良しなの、同じ人かな、よくわかんない、じゃあはははは、一つワード、浅井さん全く理解できない感じだね、あ青字だ、青字おはよう、夢の国フーム、クソカス、12% 完了。なんかよくわかんない。ハイポ、バイ、パイナポ、僕も好きです。わからない。なんかな、何かな、あとは、浅井さん、俺ギター弾けるようになったから、なんでギター買ったんだよ、ほらギターを買ったから、もしよかったら俺ギター弾くから歌わない？一緒に一曲だけ。ギター？うん、ギターなんか好きな曲。いやちょっとやってみて、うん、なんでこうなっちゃってんだ。ちょっと一緒に歌ってみたい、浅井さんと。音が全滅して、この音直せばいいんですか、あんたの音。ぜひお願いします。この音直すには、うんうん、左足を前に、後ろ足を後ろに開脚すれば治るけれども、今すぐ治すには、うん、右のお腹をパンパンに膨らませれば、心臓のこっち側が止まってる。だから、右のお腹をパンパンに膨らませれば。ここが足りない。うん、押さなくてもいいです、別に、うんうん、ちょっとそれ やってみてください、うん、このままこのまま、いやいやいいですよ、うん、ほらこうやったな、うん、これが普通の音だ、うん、OK、うん、歌う、なんかウルトラマンとか鉄腕アトムとか歌う、鉄腕アトム何がいいかな、ギター弾けるこうやってすぐギター弾ける、こう ギター弾けるんですか、頑張るから、なんか曲何の歌にしようか、いやそれは違うの、エイトマン何がいい？これは音が直ればいいんだから、これでいいんじゃないですか。だってね、せっかくだから歌いたい、買ったばっかりだから弾かせよ、一緒に歌おう。何がいい？じゃあ何か得意なの弾いてください。何がいいかな？誰、何かリクエストあります？浅井さんが知ってる曲、何がいいかな？浅井さんが知ってる曲、何があるかな？鉄腕アトム、鉄腕アトム、
自分で適当に弾いたらどうですか？いや大丈夫。決まった曲じゃなくて。決まった曲の方が楽しい、ギターは。うん。鉄腕アトム、ゆっくりでもいい、浅井さん。でも、わかんないもん。なんか歌詞がない。一緒に行こうか。ワン、ツー、スリー、フォー。ここに書いてあるから。空を越えて、ラララ。目が悪いから全然見えない。目が悪いから全然見えない。これ書いてある、ここに。ダメだ、そこまで届かないです。大きくするね、文字を、うん。これで読める？どう？読める？見える？いや、ほんと、それは無理だ。私は、ほんと、すごい間も。無理なんだよね。ほんと、どうしたらいいでしょう。そう。よし、やってみます。まあ、全然見えてないよ。見えない、こっち。空を越えて。よ。いや、私、向こう行ったら見えるかもしれない。こっちが来る。見える？ビジネスの収益化につなげようですか、ね、あ、違う、それは Google AdSense。 え？あ、これか。見える？いくよ。そう、これ何が、ワン、ツー、スリー、フォー、わかんないよ、これ。空を越えて、ララ、星の彼方、行くぞ、アトム、レッドの限り、心よ優しい、ラララ科学の子、十万馬力だ、鉄腕アトム、空を越えて、ラララジェット、わかんない。わかんない。ジェットの限り、ちょっと待って、もうちょっと、心優しいだなだ。ちょっと待って、早くするから。チェットの鍵入り。いくよ。わかんない。いくよ。ワン、ツー、スリー、フォー。耳をすませ。ラララ、目を見張れ。そうだ、アトム。油断をするな。心正しい。科学の子、十万馬力だ、鉄腕アトム。ありがとう、亜生さん。いいね。全然おかしいな。うん、よかった、よかった。すごいよかったね。なんだこれ。やっぱ歌はいいね。うん、歌ってあれ。すごいよかったね。じゃあ、歌。いや、今、鉄腕アトム良かったよ。何かが、いや、みんなで歌って体を治したいけど、どうすればいいですか？最近集まってんの、カラオケは。集まるよ。うん、さ、でも、どのようにして、あ、会長いればいいのかな、まあ、あの会長。うん。よくわからないな。なんで、最近、もこちゃん、これ他の人は絶対現れないのはなぜですか？他の人、カラオケ新しい人が来ないってこと？なるほど。だから要するに、病気を治す力のある人はそれ歌えない世の中になってるので、それで下手に私が配信しちゃうと、それで運がますます下がるから、これバスと、うん、そしたら、
じゃあまず歌う人にその医療が音楽に変わったとは違い、それであれをそうやりましたって見せて、してそれからあと3人以上で歌うと。わかりました、そうしますから。あとはこれでいいんじゃない、歌が分かったから、これでいいや。LINE 交換する ?LINE?、うん、LINE って、LINE って何ですか。さっき LINE ダウンロードしたって言ったじゃん。あ、LINE が。LINE と、さ、LINE と、すいません、そこのちょっと、あの、カバン?バックすいません、はい、お願いします。すいません、ね。ヤマダ電機でやってもらったの?いや、ほんと やったのは寺島さん、あ、寺島さんじゃない、ケンちゃんだ、うん、スマホ今何台持ってんの?あれ、どこ行っちゃったかな、さっきまであったんだけど、どこだろう、え?ここの中に入ってないの?別のこれかな、これじゃないか、これ iPhone、うん、iPhone とこれ Android、 この中に、あ、これだ、こっちだ、うん、これどこに LINE が出てるんですか、 LINE、うん、LINE、うん、ダウンロードした、うん、これじゃない、うん、これだ、 LINE あった、 LINE、 これだ、これを探して、うん、どうすればいいのかな、ちょっと待ってね、あれ、トークルーム、なんだこれ、トークルーム暗号化されてる、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、なんか起動されすぎてたわけわかんないくらい、浅井さん Google でエゴサーチしてんだ、何それ、浅井さん Google で自分の名前入れてるね、Google に浅井由紀子って入ってますか、入ってた、浅井さんちょいちょいなんか3個4個ぐらいなんか浅井由紀子ってよく自分の名前検索すんの、浅井由紀子って、うん、いや自分の名前あんまり検索しないけど、あ、そう、ちょっと待ってね、友達の追加 QR コード、バッテリー残量がない、それ何ですか、これ何、和道さんの俺の QR コード、うん、これが LINE ね、これは何の代わりになってるんですか、電話番号、電話番号みたいな、そうそうそう、電話番号、そう、よくわかったね、佐々木さん本当 IT 詳しいから、ね、すぐ覚えるからね、思った、あれ電話番号って、うん、私もそれにしたいけど、やっぱ電気屋さんに行けばいいんですか、電気屋さんに行ってもダメ、うん、どっかにこれの中に仕組みがあるんで、それを使えばいいんですか、これが俺のワードって書いてあるでしょ、プロファイサイズエンドタイプと、これを押して無料通話って押してみて、今音声録音許可しますか、これは許可しない、許可しない、うん、この機能を利用する権限、お使いの端末の設定から本機能を許可してください、電話許可にしようか、で電話普通に電話してみて、俺に、俺と電話するの、あ、じゃあ切っちゃダメ、うん、そうそう、それをして無料通話って押してみて、これ何ですか、もしもし、音鳴ってる、なんか言ってるよ、音鳴ってる、はい、あれ来ないな、あ、ちょっと待ってね、もう一回だ、もう一回、どこ押すんですか、もう一回、一回切って赤いボタンで、もう一回無料通話ってボタンを押してみて、これですね、うん、無料通話で電話してみて、どうした電話なんですか、もしもし、はい、聞こえました、はい、聞こえました、こうやって電話できるか、え、すごい響いてる、すごい響いてるな、なんでこんな響くような天から落ちるような音がするんですか、まあちょっとこれはほら距離が近いから、近くにいるから、よくわかんないや、まあいいや、うん、これでいつでも電話できる、これは Google の音ですか、これは Google の音ではない、 Google の音ではない、 LINE 電話ができるから、電話ができるから、これいつでも、これでも、これまずこれ、まずこれ、これどこにも請求行ってないんですか、請求来ないよ、この電話は無料でできるの、俺に
じゃあ、グーグルさんが偉いから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 、グーグルは関係ない。グーグルは関係ない。じゃあこれ、無料に設定した人が生き延びてるんですか。そうです。そうです。ああ、なるほど。わかりました。電話記録。電話記録。OK。やり方覚えた。一回これ、これになるさ。待って、ちょっと待って、これやる。じゃあそれじゃない。その緑じゃない。そう。これ。これを押す。で、でこれを押して、そしてそれでもしもし、これは無料通話。そう、無料通話。ビデオ通話、トークって何ですか？ビデオ通話は映像付き。はい、トークは。トークはメールのこと。あ、メール、したらメールの画面なんか押せばいいんですね。そうそう。わかりました。だから今度から電話くれるときこれにちょうだい、LINE。あ、LINE ですね、わかりました。うん、はい。やり方覚えた？あ、これ、電話かけれます。うん、OK、OK、はい、わかった。なんかあれだな、これでみんなに電話かけた方がいいんですか？みんなと交換したらどん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 。若い人は友達になったら LINE やってるから、若い人は。あ、若い人に？そう、若い人に交換しましょうって言ったらやってくれるから。若い人何を交換するんですか？電話番号。電話番号を交換しましょうって言うとこれをやることになるんですか？そう。LINE を交換しましょうで伝わる。LINE、LINE。じゃあ相手から何を聞けばいいんですか、私。相手がやってくれるよ。やり方わかんないっつったら。相手の電話番号をここに入れて、そしたら違うんですか？うん、違うんだよ。普通の電話は、電話番号ってあるじゃん。090とか080。はい、あれと違って、なんて言えばいいかな。ID っていうのがあるの。電話番号。はい。うん。ID を交換しないといけないんだけど、わかる？ID を交換。LINE の ID を交換。私の ID は何ですか？あなたの ID は何ですか？はい、ね。これ、解除して。やり方わかんない。わかんない。こうやってやるの？ ID をやるときは、友達のプラスボタンを押すの。そうすると、検索ってあるから、これで ID を検索するの。わからない。これで、例えば和道さんの ID を検索できる。そういうこと。だけど、これはやってもらった方がいい。LINE を知ってる人に。これどうすればいいんだ。私の LINE は何ですか？これめんどくさいからやってもらうって覚えておいて最初。どうすればいいんだ、これ。じゃあやってもらううちにそのうちわかると。そう、そのとおり。わかりました。いい、いいですもん。ちょっと待って、これ、元に戻んない。やってもらおうかな。やってもらおう。うん、そうしよう。ID を交換するですね。ID を交換する。はい、わかりました。ちょっと待ってね。ID を交換するって覚えたら、はい、これ、まあ、無料で電話ができるから、友達になった人に、どんどん交換していくと、いろんな人と無料で電話できるから。あ、無料で電話できる。無料で電話できる。これで。わかりました、うん。うん。ありがとうございます。よかった、よかった。ID を交換します、ね。ID を交換しませんかって。交換しませんか。LINE やってますか？やってる。LINE やってますか？やってる。ID を交換しませんか？わかりました。で、やり方がわからないのでやってください。はい、わかりました。OK、うん。はい。OK、うん。あ、これで大丈夫。あとは、ここ入れよ。なんかね、っていうか、なんで俺の誕生日知ってたの？ん？今日あれだもん。うん。今日あれだよ。配信やってたら今日は和道さんの誕生日です。あ、マジで、うん。リスナーさんが教えてくれたんだ。そう。ありがとう、リスナーさん。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。あとは、誕生日、あとは、何だったかな。あ、これだ。これ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 、電気屋さんに行ったらね、うん、なんか、電話機を、スピーカーにしといて、ただ話せばいいですよ、したけれども、こっちの方がいいですか？音声キャプチャーか。電気屋さんが言ってんのは、正しい。要は、浅井さんが電話をパソコンに向けてスピーカーにしたら、それができる。その通り。電話を、近くに持ってけばいいんですね。そう。パソコンがあるでしょ？パソコンで放送してるでしょ？ええ。その時に、
放送してるじゃん。で、携帯に電話かかるじゃん、ええ。で、携帯電話をスピーカーフォンにして、パソコンに音を近づければいい。こう、スマートフォンを。そしたら問題起こらない。問題起こらない。そしたら、音声聞こえる。うん、そうしたら、電話機に別にマイクをつけなくてもいいですね。電話機にマイクつけなくてもいいよ。うん、大丈夫。ああ。そしたら無料でできる。今持ってるのでできる。これを買う必要はないよ。これは何のために使ってますか？これは音をクリアにするためなの。例えば、浅井さんこれつけてみて。いや、この前すごい音が出たけれども、音がクリアってよくわかんないよ。喋ってみて、それつけて。ああって。声きれいに聞こえるじゃん。これどんな人もこの声に聞こえるんですか？そう。で、自分の声を。で、ああって言ってみて。声汚く聞こえるよ。うん。でこういうことができる。ああ、じゃあ自分の声を変える？そう。自分の声を変えたりとか、うん、その、パソコンの中の音をミックスするの。わかんない。わかんないね。パソコンの中の音？ね。なんかこれでお知らせがこういうピンポンとか入る。これ、違う。向こうの会話？もう違う。ちょっと分かった。オッケー。ちょっと待ってて。今喋ってて。あーって喋ってて。これで変な音聞こえるよ、うん。声聞こえる？自分の。聞こえるよ。聞こえる？で、ほら。音楽と自分の声ミックスされてるの分かる？分かる？音楽聞こえてる？こういうことができる。これ、いや、実際のこれ、音楽はよく分かんない。よく聞こえちゃうけれども。おお、これど、音これ鳴ってるんですか？これも鳴ってる。鳴ってない。鳴ってないよ。鳴ってないでしょ。つけると鳴ってる。いや、音楽とその自分の声のその、ミックスって何が効果があるんですか？気持ちよく話せる。これ音楽を鳴らしながら気持ちよく話す？そう。じゃあ体調悪くてもできるな。でも私体調悪くならないから大丈夫だ。大丈夫だね。うん、これ大丈夫。これいらないにした。大丈夫。OK、はい。いらない。わかりました。じゃあ、うん、そういうふうにして電話で話すことにします。OK、うん。まあ、特に聞くことはないかと。あ、これ、うん、いや、なんかこれでっかいけれども。テレビね。モニターっていうのこれ。家でやるには、これでっかいものにつないだ方がいいんですか？これがだいたい3万円ぐらいする。3万円。この大きさで。ネットで買うと。新品で買うと。これを普通に、パソコンにつなげばいいんですか？そう。これはだけど、これは大きいからね。うん、なんかいいよ、これ。大きいから。やりやすいんだ、うん。大きい方がやりやすい。画面はでかければでかいほど見やすい。あ、そしたら、この画面だけ買ってきて、それで、これにつないで、うん、で、それで、やればいいんですね。そう。わかりました。うん、あと、なんか、この前に、箱の、パソコンを買ってきてやった方がいいって、パナソニックの修理屋さんが言ってたよ。パナソニックの人言った。俺はそれでいいと思う。レッツノートでいいと思う。これで。これでいい。これでいいと思う。あ。言ってたよ。なんか動画の編集って、動画の編集なんてさ、もう私によって遠いよ。うん、さて、だから、その、いざその、その動画を編集するまでは、これでやってる。うん。私は動画よりも生放送の方がいいと思うよ。生放送？いや、ふわっち。ふわっちやってるでしょ。ふわっち。そうだ、浅井さん、お金もらってるよ、浅井さん。ちょっと見せて、携帯。携帯お金に換えられるんだよ。アイテムもらってるよ、浅井さん。携帯ってふわっちどれでやってんの？いや、なんかふわっちに書いてあったよ。うん、3万円貯まればさ。あ、そうそうそう。3万円貯まいくら貯まってるか見てあげる。だから、3万円貯まってないから、間をほっといてね。3万円貯まってないかな。いくら貯まってるか分かってる、自分で。いや、分からないけど。うん。見てあげる。なんだこれ。じゃあ3万円入るまで普通にしとけばいいんですよ、ね。OK、OK。うん。それでいいよ。そしたらあとは、あとは何かな。
要するに動画の編集よりも、配信の方が良い。いや。先生、パスワードとか覚えてる？わからない。ふわっちのパスワード？そう。ああ、わかんないな。わかんない。わかんないか。じゃあ、わかんないわ。いくらあるのか。ああ。うん。ツイッターでログイン。聞いてみればいいんですか？たまに調べればいいんですよね。そう。まあ、3万円になったらお願いしますって銀行に行けばいい。うん、俺に、いや、銀行に言ってもダメ。俺に言ったら俺がやってあげる。何をするか？お金をその、銀行に振り込まないといけない。ふわっちから銀行に振り込んで、銀行は浅井さんが受け取ればいいけど、ふわっちから銀行に行く手続きがわかんないでしょ。ふわっちから銀行に。だからその、動画の編集って何ですか？これがわからないんだ。動画はテレビ。あ、テレビの編集っていうのは、要するにこれは動画のそのお客さんとそのテレビのお客さんは客層が違うから、その要するにテレビのお客さん向きにしたときには、パソコンがいるんですか？うん、テレビの生放送って見たことある？いや、テレビってわからないな。テレビってさ、何日も前に撮ったのをこういろんなところ切ったり貼ったりしてまとめてテレビに出してるの。あ、じゃあかなり考えなきゃいけないってことですか？そういうこと。そう、難しいってこと。杉谷くん行きます。ごめんなさい。だから誰の感情にもマッチするものを作らなきゃいけないからすごい難しい。そういうこと。それよりも浅井さんは生で喋った方がいい。まあ、感情提示できる人と一緒にやればいい。だから例えばもしあなたとだけ喋ってんだったらさ、テレビに出ると。お疲れ様、みんな。みんなにバイバイして。ん？浅井さん、バイバイって。終わるから。いや、だってあとこれやってないでテレビ出演の人になればいいんじゃないですか。それいいね。そうしようか。そうだよ。だってそしたら。ああ、それ、どうした？なるほど。だから人は競争で自分も自分もっていくんだから、だから、私がテレビ向けに喋るようなので喋れば、あとはテレビ出演なんだ。わかりました。杉谷くん行きます。お疲れ様、ありがとうございます。お疲れ様です。どうも、ありがとうね、浅井さん。いつもありがとうございます。ゴミ多いから気をつけ。ありがとう、浅井さん。いつも、うん、浅井さん、今度またご飯食べ行こう。あ、カレーですね。カレー行こうね。うん、ありがとうね、浅井さん。ありがとうございます。ここにもなんかカレー屋があるよ。あ、本当に？嘘。浅井さん、暑いから気をつけてね。うん。ありがとう。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん、もう。